トルは国によって違いますです。ではお願いします。ありがとうございます。今日はメキシコと日本について話してみたいと思います。私はメキシコから来ました。日本に来てから、いろんな知らないことを学びました。例えば、文化が違います。食べ物も違います。人も違います。人は私に一番大切です。日本とメキシコにはとってもいい人がいますけど、人の考え方が違います。例えば、私はいつもメキシコで友達に挨拶をするとき、ハグとかキスとか握手をします。これは日本に来てからできません。キスとハグは自分の熱い気持ちを表すので、少し寂しいです。日本人は他の人のスペースをとても大切にします。例えば、電車の中で誰も話しません。誰か携帯で話すと、みんなその人を見て変な人だと思います。はじめに私はそれを知らなくて、みんなは私にクレイジーな人みたいに見ました。メキシコには、電車に乗ると少し大変です。例えば、電車が混んでいるとき、電車から降りたいとき、力を使わないと出られません。多分最後の駅まで行ってしまいます。はい、それから、物を売っている人が乗って、売っているものをいつも大きな声で説明します。例えば、ペンを売っているとこんな風にします。1本5ペソ、3本10ペソ、安いですよ、買ってください。はい、びっくりしますよ。これは日本で絶対見ませんね。もう言いましたけど、日本とメキシコにはとってもいい人がいますけど、日本人はメキシコ人に教えられることもあるし、メキシコ人も日本人に教えられることもあります。皆さんの国ではどうですか？私はこれから電車の中で携帯を使わないことにします。それから、外国人の友達ともっとハグをしてみたいと思います。皆さんの自分の国ではいいことや外国人の友達に教えたいことがありましたら、ぜひしてみたらどうですか？ありがとうございます。ありがとうございました。